でじゃあ自己紹介します。自分が長男の嵐、長女のかなさ、はい、次女のあきらです。そして末っ子のあきは残念ながら今日参加できてないんですが、まあ皆さんにハートを送ってます。はい、どうぞよろしくお願いします。Odds are against me. Well, light 'em up. You can see when it's bright. The inner strength that I carry, there's no weak in my eyes. Talk about past glory. Well, hope that ain't your only story. Yeah, you can knock me over, but I'll never stay down. I'm gonna fight till I win. I'm gonna show you my crown. Oh, I am the master of my life. I choose to change and behave with a new attitude. Nobody ever made history by only following my steps and laid before you.私たちbless4は18年間一緒に歌、ダンス、作詞、作曲、編曲、振り付け、衣装作り、ステージプロデュース、コンサート、ファッションショー、bless4スタジオで AM という学校を作って先生、アーティスト育成、番組プロデュース、編集、作家、武道家、世界中で歌ってきました。アメリカ、韓国、ドイツ、タイ、インドネシア、香港、中国、台湾、フィリピン、マレーシア、スペインなどなど、ジャスラック銀賞、 iTunes で1位、オリコン週間アニメシングルチャート、オリコン月間アニメシングルチャート、ビルボードホットアニメーション、 iTunes 日本総合チャートでそれぞれ1位、ニュージーランド、ブラジル、アメリカ、オーストラリア、カナダ、タイ、フランス、ドイツのチャートにランクイン。スポーツではメジャーリーグベースボール、アメフト、オートレースなどのテーマ曲を担当し、50以上のアニメ、ゲーム、CM などのタイアップを歌い、2つのゴールテスト認定とミリオンヒット、アリゾナ州テコンドーチャンピオンでもあり、たくさんの素敵な出会いをしました。私たちのことを知ることはできましたかな。たくさんの質問、メッセージ、Thank you very much。 ありがとうございます。全部に答えたかったんですけど、いくつかの質問をピックアップしていきますよ。 Alright、 ではレッツゴー。ゴールデンライフ、未来はどちら。監視していたはアメリカにいた時からもうずっとドラゴンボールを見ていました。カメハメハーもうめちゃくちゃ好きでしたね。そして日本に帰ってきて、私が14歳の時に創世の声と出会って、そこからもう本当にアリソンと出会うことができました。感謝しています。そこからその業界に入って大先輩の皆さんと知り合って、そしてご一緒できて、そして世界中のファンの皆さんと会うことできて、アリソンって最高だなって思っています。で、いろんな違う国に行くことが多いんですけど、そこでやっぱ日本語を知らなくても創世の声やミーロを最初から最後まで完璧な日本語で歌ったり、一緒に「愛してる」を合唱したり、皆さんの熱い魂とアニメ、そしてアニソンの熱さを音楽で感じることができるので、もう本当にアニソンは熱いです。家族で活動することになったきっかけを教えてください。まあこれはね、答えはとってもシンプルです。お父さんは家族エンターテインメントを作りたいっていう夢で、お母さんがいつもそれを支えて、でそれで自分たちももう知らないうちにそれが夢となっていきました。それでもずっと家族で活動してきました。辛い時はどうしてますか？その辛い時ってどの辛さかな。例えば、練習しすぎて筋肉痛で体が辛い、そういう時は冷たいシャワーを浴びて早く寝るに限るね。でもきっとそういう辛さじゃないよね。心が辛い時は私は期間を決めて思いっきり落ち込みます、悲しい曲を聴いたりとか、その悲しい思いとか辛い思いに浸って1時間だったら1時間落ち込んで、その後対策を練る。なのでそれをオーバーカム、克服できるように何をすればいいか考えて、それに向かって、頑張ります。みんなそれぞれ違う方法でこう解決していくと思うんだけど、もしよければ皆さんも試してみてね。自分だけの輝ける鳥じゃ探して飛び立つゴールデンライフ、未来はどっちだ。じめまして。私は最近作詞をする授業を受けさせていただいています。その中でふっと頭に残るような作詞や自分らしいけどうちは受けのような歌詞にならないように気をつけて行いました。その結果割とありきたりな感じになってしまいました。これは言葉を知らないのも原因かと思いました。bless4 はどのようにしてたくさんの言葉を知り、綺麗なメッセージとして作詞されていますか？難しいですね。作詞はまず、何を伝えたいか、そして誰に伝えたいかを考えてみてください。そのメッセージ性が、自然と決まってくると思います。そうですね。歌詞の世界はとてつもなく深いです。その自分が先に言葉を作るのか、それともメロディーラインに合わせて作詞をするのかにもよって、その注意事項やコツがあるとは思うんですけど、私が大事だと思ってるのは、まず何を伝えたいか、そして次に誰に伝えたいか、自分がどういうものを伝えたいかによって、メッセージが決まってくるので、それをバーッといっぱい書いて、その後誰に伝えたいかによってその言葉遣いとかが変わってくるかと思います。そしてもしメロディーラインがある場合は、そのメロディーとか曲の雰囲気に合わせて言葉遣いも変わるかなと思います。私もアメリカで生まれて育って、日本に来てから日本語を勉強したので、その言葉っていうのは私も全然足りてないですなので、作詞をしながら辞書や類語を聞くことは毎回毎回ありますので、その言葉が足りないとか、心配しなくていいと思いますよ。逆にその何かを伝えたいっていう熱い思いがあれば、きっと何度もこう書き直すことになったとしても絶対いい作品が出来上がると思いますので、最後まで諦めないで。朝の光眩しくて波の音聞いてた、記憶の意味で目覚めているみたいに、闇の中でも思い出す前に進むなみたいだ。 So repeatedly we would regret you now。 そんな風にも考えてたの。憧れうつ病絶望、そして全てに複数の悲しみと身を込め、たとえ世界の全てが見えずして記憶の全てが未来になって光に消えてゆく。たとえ世界の全てが未来に溶けてもきっとあなたの声がする。大丈夫かの手でも季節なあなたが生まれてくるならそう私は歩き出せる。最後にどうやって曲を作ってるんですか？で、自分の場合は曲によって、その雰囲気によってそのやり方が変わっていきますね。で、まずその日本っぽいかアニメ曲でしたら、まずメロディーから作ります。で、その後コードをつけていく感じなんですけど、で、逆になんですけど、ちょっと洋楽っぽい曲を作る場合はもうコードをつけてから、で、その後メロディーですね。で、自分の場合はテーマを決めて、例えばフラメンコだったりとか、この時はこのキーワードだったりとか、夏だったりとか、そういったテーマを決めた後に自分の場合は作りやすいですね。そうするとその雰囲気に合わせて、テーマに合わせて、その曲やメロディーが全部こう合わさっていく感じになります。高音の秘訣はいくつかあるんですけど、今日は very simple、 とてもシンプルなものを皆さんに教えていきたいと思います。 What I always say、 いつも言うことはOpen your mouth big、 口を大きく開けることがとても大事です。特に高音の場合はこんな感じです。目安は3 fingers が口の中に入ることです。こんな感じです。そう、このぐらい大きく口を開けたいですね。 Like this。 OK、 それでは5 times、 5回やっていきましょう。 It's an exercise。 OK、 じゃあいきますよ。1、いいですね。 OK、 good。 2、 nice。 3、 素晴らしい。 OK、 4、 very good。 じゃあ最後いきますよ。は、そうです、口を大きく開けることによって声が通りやすくなります。聞いてくださいね。じゃあ2 examples 教えます。 OK、 small voice、 ちっちゃい口だとこういう感じになります。はーと口を大きく開けると、はーと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 はー、はいになります。特に高音を出したい方は口を大きく開けてください。声が通りやすくなるのでぜひ試してみてください。そしてもっともっと高音の秘訣があるので、いつか皆さんに他の高音の秘訣を教えたらいいですね。それでは試してみてください。風に奪われたわけじゃない、片道分の勇気で僕ら悲劇を受け入れる、心がここにあったはずのことを、もっと僕が大きければ君の未来を救えただろうか。大切な人を守る術を一つしか持たない、そんなあなたがはぐれ漂う空、あなた以上の人に出会えない、好きでやらかう長いプレイヤー、始まりもせずから出るほど、歌うと壊れるほどにあなたが恋しい。パフォーマーとして今までで一番嬉しかったことと辛かったことは、一番嬉しかったことは私のパフォーマンスを見て感動して、そしてさらに私にその感動を伝えてくれたことが一番嬉しかったことですかね。やっててよかったなーとかって思いますね。辛かったことはいらないって言われたことですかね。こうなんかパフォーマンスをして、いやなんかいらなくないって、こういやあなたいらないって言われた時とか感じた時とかが、そうですね、すごく辛くて認められたいなっていう思いがすごく湧いてきました。なので、そういう時考えることは、その皆さんそれぞれ意見っていうのがあります。みんなの意見はあるけど、その中で私を成長させてくれる意見を聞いて、それでそれを糧にして、成長していって、後でこうなんか、あ、いらないんじゃなくていてよかったなっていう言葉に変えられるように頑張りたいと思います。パフォーマンスする時に一番大切にしていることはやっぱりお客さんなんです。こう一緒に楽しむ、一緒に踊る、一緒に歌う、もうその一緒にこの通い合う、なんか会話をしてる、キャッチボールをしてることをいつも考えて思いながら、セットリストやその振り付けや曲を考えて作ってます。 Let's have a party! Let's have a party! Let's have a party!Let's have a party, let's have a party. Let's 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 have a party, let's have a party. Every day 繰り返す work, school, all day long. Let's have a party, let's have a party.押して押されて駆け引きだらけの world. Let's have a party, let's have a party. Oh, turn up the music, get ready to leave. ネクタイ外してフロア with you. Let's go. 目を閉じて感じる me. Whoa, 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 whoa. Don't be hard and love. Let's have a party, let's have a party.Dance, dance, and let the Get away, time and come, that's stressful. Take it out. Let's have a party. Let's have a party. 明日のことより今を生きてゆこう。Let's have a party. Let's go. Oh, turn up the music. Get ready to leave. Necktie 外してlook. Let's go. 目を閉じて感じるbeat. Let's have a party. Dance, dance, and let the beat take all your fears. Now shout, shout, just shout it out loud. Now cry, cry, and let the music take control. Come on and live all your life. Let's have a party. 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 Are you living now? Just take a look to your left and take a look to your right. Are you living now? You know where to go, it's gonna rush away. The party's in the house tonight. The music don't know how to dance. So come on, take a dance. But don't give up, don't give up. Place your heart in mine. Before come back. Whoa, 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 whoa. Oh, don't leave my shore. Let's have a party! Dance, dance, and let the beat take all your fears. Now shout, shout, just shout it out loud. Now cry, cry, and let the music take control. Come on and live. Let's go. All your life. Let's have a party. 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 Let's go. Come on. Let's have a party, because the music's here tonight. Let's have a party, because we are by your side. Let's have a party. Let's go. Let's have a party. 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 去年私のソロデビュー15周年で実はコロナ時期にかぶってしまったんですよね。その時はもう本当にライブやコンサートが全てキャンセルになってしまって何もできずにこの15周年が終わってしまうんじゃないかなと思ってもうとっても不安で落ち込んでたんですよね。そしてさらにお兄ちゃんからの無茶ぶりがあってなんとこの1年間で創世のアクエリオのサビを1万2000回を歌うというチャレンジを受けました。その時ファンの皆さんの前で私はなんとね「イエスやります！」と言ってしまって実は私後悔したんですよ。でやっぱり毎日こう配信で創世のコインを歌うんですけど数値はねもちろん減っていくんですけど全体的に目標を見ればこれは無理だと思ったんですよね。あとやっぱり声も大丈夫かなと思ったりちょっと不安になってきてでさらにファンの人から絶対にこのチャレンジは無理だと思うし諦めた方がいいんじゃないって言われたんですよね。ちょっと諦めようかなと思った時期がありました。でもその時にみんなの前で約束したのでこのチャレンジは絶対に終わらせたい成し遂げたいなと思った時に毎日配信をする。そしてこの1万2000回チャレンジを必ず終わらせるという目標を立てました。たくさんのサポートがありました。それは15周年のアルバム、そして15年越しに撮った創生のアクエリオのミュージックビデオ、そして1年ぶりに開いたコンサート、そしてなんと無事に1万2000回チャレンジ終わりました。もう大変だったんですけど、このチャレンジを受けて本当に思ったのは、どんなに辛くても先が見えなくても無理と言われても毎日コツコツやり続けると目標は達成できるんだなって、このチャレンジを通して改めて感じることができました。なので Never give up、 一緒に頑張っていきましょう。口の声の遠い残響、二人で聞いた残したものすべて、愛したものすべて、この手に抱きしめて、今はどこをさまよい行くの、答えの潜むグラフの太陽、君を知ったそう最近嬉しかったことは何ですか？最近の嬉しい出来事、ソロ活動を始めたことです。イエーイ。実は私30代後半なんですけど、この年になってかなさちゃんソロでちょっと活動してみないっていうお誘いを受けて、ビーマニプロリーグ2021の、テーマソングを歌うことになりました。イエーイ。はい、初めてソロでの活動となるので緊張したりとかもしてるんですけど、でももう精一杯頑張りますので、皆さんもぜひビートマニアという、コナミのゲームを遊んでみてください。私が歌っている「Winners Proof」っていう曲が、今ワールドツーリズムというこうなんか期間限定の企画で、解禁できるので、上手い人は遊んで解禁しちゃってください。上手くない人は私のようにコツコツこうなんかやりながらいつか解禁できるように頑張りましょう。それが最近の私の嬉しい出来事でした。たくさんの質問本当にありがとうね。Thank you。そして皆さんと話せて楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかった。みんなが夢に向かって一歩を踏み出せてることをすごく嬉しく思ってるし、これから歩む道が険しくても自分を磨き続けて信じて、そして夢を形にできるように願っています。はい。そして実際皆さんに会えること、私たちはめちゃくちゃ楽しみにしてます。Okay, じゃあ see you again soon。 4兄弟の bless4 でした。バイバイ。さよなら Please don't say goodbye。 思い届け忘れないで、また会えるから。さよなら I won't say goodbye。 あの日君と約束した I'm always by your side。 静かに濡れる君の瞳、僕は気づかないふりをしてた。大丈夫、また会えるから。の日君と約束した I'm always by your side、yeah.